はい、公暦2683年11月26日、本日のゴミ拾いです。今日はですね、肌のお掃除隊の皆様にちょっと参加するという感じで、朝7時からね、東海大学駅前でゴミ拾いさせていただきました。っていうのも、僕が選挙の、個人演説会の時に、なんかジョプリンさんが、なんかサンタでゴミ拾いするから一緒にやりましょうって言って、僕もちょっとなんか、いやちょっとでき一緒にできるかどうかちょっともう引っ越しちゃうんでわからないかみたいな言おうかと思ったんですけど、まあやりますって言っちゃって、まあちょっと参加しなきゃ、参加したっていうか、まあ本当は12月なんですけども、12月僕引っ越しちゃってるんで、11月、しかも今回プレサンタということで、プレサンタの格好して、サンタの格好して皆さんやりましょうみたいな感じだったんで、あ、ちょうどいいやと思って、ちょうどサンタの格好してジョプリンさんと、ゴミ拾いできるということでちょっと参加してきました。で、ちょっと参加したんですけど、ちょっとジョプリンさんいらっしゃらなくて、で僕もサンタの格好やめたんですけど、周平さんがいたんで、周平さんに、この僕のサンタの格好、なんかお父さんがなんかくれたんですよ。なんかよくわかんないですけど、買ったのか持ってたのかよくわかんないですけど、くれて、で周平さんに来月、この、なんか、サンタの衣装、持ってますかって、持ってないみたいな感じだったんで、あ、じゃあちょっともらってくださいって言って、来月僕の衣装を引き継いで、サンタよろしくお願いしますって、周平さんにあげてきました。はい。で、僕今脱いで、周平さんに渡して、はい。まあ、そんな感じで、で、僕は、東海大学駅から、大根公園の方、今、ゴミ拾いしてるんですけど、ちょっと雨降ってきたんで、これ、ほら、雨粒。あ、わかる？これ雨降ってきたんで、ちょっともうこれ切り上げます。そんな大雨じゃないんですけど、ポツ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 、ほら、雨が。はい、ということで、本日のゴミ拾いでした。いつも皆様ありがとうございます。感謝です。愛してます。ちょっとね、朝ね、寒くてね、ほんと行くのやめようかと思ったんですけど、なんとか来ました。本当に寒くなってきました。いや、本当にね、寒いで、これ。いきなり。茅野市より寒い。いや、茅野市の方が寒いんだけど、すごく寒く感じたわ。はい、以上です。皆様、ありがとうございます。感謝です。おはようございます。愛してます。